はい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 。一回飛ぶか。終わったかも。ウェーイ。これ敵じゃん。ウェーイ。避けれるか？避けれるのか？避けれないね。残念だね。はい。いけるか？嘘だと言って。配送が開始できません。なんで？配送が開始できません。なんで？エラー回復までそこで待機してください。なんで？サムブリッキズですね。合ってます。申し訳ありません。発注システムのエラーです。本当かな？あなたに運んでほしい荷物の登録が漏れてました。はい。それで、依頼人はフラジャイルと。罠っぽい、これはさすがに。エクスプレスと新しいブリッジズの。これはさすがに罠じゃないか。お前ヒックスで俺に仕掛けようとしてないか。時間をロスさせてしまって申し訳ありません。気をつけて、中身は壊れ物では。怪しすぎる。ちょっと汚いか、体。爆弾なんだけど。ん？あ、ブリッジじゃん。お、ここもう武器使えない。え、待って、入れない。バリアにごっつんした。こっから入りましょうってことね。爆弾。依頼人はフラジャイルとなっています。気をつけて、中身は壊れ物。もしかしてクソゲーか。そういうこと。持っていったら爆発して終わり。手に持つ。左手に持つ。これさ、核爆弾だからやっぱダメかな。どうしろと。放置していったらどうなるんだろう。発進。行くぞ。行くぞ。荷物が爆発した。フラジャイルはどこにいる？
あで、沼はどこだ？これは多分沼に放り投げろって話だ。え？荷物が爆発した。ビーチへ飛んでけよかった。あなたは都市や人々の命を救えた。はい、私は救えなかったけど。2回、いや3回やっちゃった。確かに君は二度のことを救えなかった。でもサウスノットシティを救ったのは君だ。そうだろう。そうなのか。そうかもしれないな。何があったんだ。過去編。あいつがサウスノットも爆破すると分かったとき、核爆弾は都市に運ばれるところだった。私は配送車を追跡して何とか核爆弾を外に持ち出した。おお。でもヒックスは最初から私の動きを読んでいた。核爆弾を抱えてゲートを出たところで私はあっさり捕まった。そしてちゃんと服着てる。あいつも私の服を剥いで時雨を呼んだ。ゲームをしよう。壊れ者として生きながらえるか、壊れ物を運んで壊れるか。何をさせる気。そうだな、助かりたければジャンプして逃げる。この彼爆発だが、どうしても赤の他人を救いたいのであれば、核爆弾をこの先の底なし沼まで運べ。そうすれば都市は助かる。ただし肌を晒して時雨の中を歩くことになる。救うために頑張ったのか、フラジャイル。お前は今という時間を失うが、都市にはしばらくの未来がもたらされる。どうだ、好きな方を選べ。顔が好きじゃない。だから顔を消している。そういえば、ああ、お前は親からもらったその顔、これだけ被してたってこと。お気に入りだったな。あ、ダメダメダメ。悪役だ。
大丈夫だ。気持ち悪い。この顔は壊さない。この顔はある種の証言者になる。よし、教えて、どうして私を裏切ったの。お前の他に必要とする存在ができた。今可能ですか。そいつとはマスクなしで通じ合える。おう、誰だろう。いいか、フラジャイル。たとえこの都市を救ったとしても、お前はミドルノットシティを破壊したテロリスト。はあ、この綺麗な顔はテロリストとして継承されていくことになる。うぜえ、ヒッグス。どこまでも追われる。そう、俺のようにフラジャイル、いいやつだな。いくら壊れ物を運んでも、いずれ壊れるだけだ。どうする、ここでやめるか。ん、私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。そして私は壊れない。よしよし、後悔するなよ。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。傘が。行けと。拷問だな、この時代だと。これものを届ける。私はフラジャイル。頑張れ、フラジャイル。全力疾走よね、基本。わー、老化していく。老化して足腰ダメになっていってるのかな。そうよね。彼女こそが英雄だ。噂は本当だった。君は正しいことをした。ヒックスを潰そう。君が持つべきだ。私は英雄なんかじゃない。あの時の選択をいつも後悔している。ヒックスの言う通り、あのまま逃げればよかったと。君はただ都市を救っただけじゃない。みんなに希望を与えたんだ。いえ、私を救えるとしたらあいつだけ。ヒックスに私の選択を後悔させてやる。あいつを殺す。私には無理。今あいつは強大なパワーを得ている。でもあなたならできるかも。あいつを復讐の委託ですか、配達屋に。約束して、あいつを生け捕りにして、尋問して聞きたいことがあるの。君に拷問なんかできるのか。できるわ。私を裏切った理由が知りたい。いやー、食べる。いただこう。Thank you.
いい表現だね。今までフラジャイルの言葉無視してたけど飲み込んだみたいな演出かな。サウスノットへ支援物資を運ぶのを忘れないでね。運びますか。3回世界線違うところで爆発したが、サムよくやった、見事だ。フラジャイルが依頼人だということも、依頼自体も偽装だった。挙句に中身は核爆弾だった。君がそいつをちゃんと処理してくれなかったら、ノットシティごと吹き飛ぶところだった。喜んでら。いや、ありがとうサム。はい、やりましたとも、頑張りましたと思う。こんぐらいか。いましたよ。納品。ありがとうございます。あ、イベントが進むんじゃないか。助かりました。困っている市民に行き渡ります。それだけじゃない、もっと多くの人に渡せる。ありがとうございました。どういたしまして。1903いいね。私は壊れない。いやー、いい女だったね。誰にも負けません。40超えないといけないのか。じゃあ数量も40超えて。ブリッジリンク。それでついにカイラル通信がつながるというのは本当ですか。本当です。待っていました。つないでください。ではよろしくお願いします。はい、夢のようです。さあつないでください。つないじゃうぞ。いいんだな。まだ終わんないかな。半分ぐらいいったのかな。明日までかかるから。やっと半分いったかいってないかぐらいを覚悟した方がいいな。だって左側全部終わってないんだもん。ハンドガン？おっと。アサルトライフル？グレネード。ちょっと世界観変わったか。私たちは一人では生きていけません。だけどカイラル通信がつながれば都市を再建することもできます。必要な物資を集めることもできます。あなたには感謝の言葉しかない。はいよ。ミドルノットシティが消えて、この辺りのテロが多発しました。この都市もテロの対象になると思っていました。でもこうして私たちは生きています。はい、これは奇跡や運のおかげじゃない。ハンドガンとアサルトライフルが、きっと誰かがあの時も助けてくれていた。触りたくて。あなたも助けてくれた。話が入ってこない。私たちも誰かを助けられるようにならなくては。あ、すみません。みんなにこれを渡します。ありがとうございました。サム、よくやった。この先に備えて支給品を渡しておく。分かっていると思うが、取り扱いには十分注意してくれ。ででーん。殺傷武器対人。おー、いいね。いいね。弾は？ありがとうサム。あなたがサウスノットシティを救い、繋いでくれた。ようやくこれで大陸。やっぱ半分か。こっからあと半分。いい、よく聞いて。私は。取ったの。サム、アメリとの通信が切れた。なんで？旧来の通信システムで結んでいる。回線のトラブルかもしれない。すぐ調査する。
彼女に何もなければいいんだが。サム、カイラル濃度が急上昇してる。はい。あなたがいる近くよ。お？見たことないくらいの数値なの。アメリとの通信トラブルもこれのせいかもしれない。これではノットシティに被害が及ぶかもしれん。サム、外を見てくれるか。やっぱボスバトルだよな。荷物多いか？走り回れるな。で、ハンドガン。武器の使用は禁止されています。オッケー。様子を見に行こう。サム。嵐か。めっちゃぐるぐるしてるぞ。どうしようもなくない？え、外に出たら飲まれるとかないよね。嘘でしょ。紐がある。紐。サム死んじゃった。台風の日に外出たらああなるんか。外の様子を見に行けって言ったハードマンが悪いわ。どこ？何こいつら。骨？内臓が手綱？パパ？パパじゃない？うえー。帰還したのか？え？お前1回目に見たことあるぞ。意味わかんないけどなんかかっこよさを感じるな。何？戦うの？え？エピソード4、アンガー、怒り。いつの間にエピソード4。待って待って、荷物なくなったって。戦争？